編集する、はい、早速食堂第一品目のお品書き何ですかシェフシェフお品書き編集でしょ。あ、代理の方なんです。あ、何ですか？代理。今日はね、豚ハツのね、オイスターソース。あ、豚ハツのオイスターソース炒め。いいですね。インタビュー的な話聞かせてください。食堂って言ってるけどシェフなの。何何？ちょっとちょっとやだ、こっちやんないね。あれしたらやだ。ゴリラレストラン。闇が出てきました。やべ。やばい。やべ、これちょっと開けてもらっていい？これ。俺も取りに行きたい。もう限界。あ、がましだ。首だけちょこっと。首だけで出さないですよ。やるときは首下に下げる。亀みたいに。マーキー。マーキー。マーキーによって猫ちゃん。え、モビルゲーかも。みんないなかった。締まりがいやだって俺実家に帰ってじいちゃんばあちゃんのまま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 じいちゃんレシピ通りなんだね。こんなに入ってなかったよ。200グラムで 150cc だ。何喋ってか分かってない。150cc 片栗の水分が入ってる今。だってあの写真こんなに今シェフが言うんだから出来上がりはこんなんでね。これはシェフに任せるべきなの。いや、あと煮詰まんねえと片栗のとろみ出ねえでしょ。何があった時は鈴木さんの看板に傷が映っただけでシェフは違う、なんか溢れそうだったからな。総料理長言うでしょうでしょ。鍋がちっちゃいから鍋がちっちゃいからだね。なぜか鈴木食堂学生食堂になりつつある。みんな学生みたいな。なんだなんだで、ね、何したいんですか。こうさいれば、これでいいの？やれば、それでご連絡の方が違います。はい、3ついけた。はい、いける。じゃあ、はい、ポンポンポンってやる。気合い入れてください。いや、絶対やる。気合い入れてください。そしたら、うち、できねえじゃん、釣り。これ、ちょっと無理だって、うちできねえじゃん、釣り。あんかけようになってきた。はい、鈴木飯じゃねえや、鈴木食堂。どっちでもいいやろ。鈴木食堂大便名オイスターソースジャパン熱燗のオイスター炒め完成です。いきます。鈴木食堂、今回から鈴木食堂になったみたいです。みたいです。じゃあ俺はゴリラゴリラレストランだ。お願いします。学生に優しい学生食堂の時、学生食バンバン出てきました。学生についてます。あー、終わった。よし、ここもでも結構山さん、これ底付きしてるよ。あっという間になっちゃいますね。バッタコントね。そう、触ってる。結構学生でなんか自分の分全然ないじゃん。多いかと思いつつ全然自分の分ないじゃん。そのスープどこに捨てんの。スーシャンの練習はどうやってする。あれ欲しいんだけど。あ、結構うまそう。これスープこれめぐらめぐらできないじゃん。ちょちょちょ、あスープが入りました。はい、スープ、はい、今じゃーん。スープ大事だ。本当に覚えられないな。じゃーん、ゴリラレストラン。豚タンのオイスターソース炒め。何？豚タンのオイスター炒め。豚タンのオイスターソース炒め。豚さんなんですね。いただきます。あんかけだから温まるよ。あっ、温まるんすね。豚さんの表情風オイスターソース。風じゃねえ、うん、表情だから。体の芯からホクホクと温かさがごめん宣言不正だけど。冗談だ、冗談だって。うまい、これマジうまい。あ、でもうまい、スーパーうまい。
うまい。一味かブラックペッパーだよ。あ、え、あれ？うまい。塩コショウ。塩コショウ。あれブラックじゃないのあれ？カモ肉のマリネ。マリネじゃない。マリネじゃない。梅のランタカマリネ。何でもマリネって言えばよ。マリネ違うから。あれ、ナバナちゃうの、ナバ。マリネサラダだ。普通のダイソーです。覚えるな。ザ、カモ。ザ、カモ。ザカモです。二品目、ザカモ。ここで取れたカモがわからない。カモです。塩コショウ。あ、塩コショウ。絶妙。さすがっすよ。塩コショウ、余計なことしない方がいいっすね。美味しい。じゃあね。カモは嘘つかない。嘘つかない、これ。カモの腕は浮き玉。作ってるわけじゃないよな。作られてるんですよ、もしかしたら。もしかしたら作られてるんですよ。はい、軽くだよ。はい、カモ、はい、できました。はい、どうぞ。ちょっとずつ、うん、いや、うまいんだよ。いいよ。今、エイヒレ食べたい。今、エイヒレ最高に味付け。今、エイヒレ食べたい。普通にそのまんまだけど。いや、これ焼けたの。え、食べていい？こっちはまだだけど、こっちはやけど。ちょっともらって、コンさんと。何が？ちょっと待っていいですか？ほら。エイヒレ。今、エイヒレ味わってる。ほら、ほら。ほら、カモに。あ、でもうまいわ。うまいよね。カモ入ってほしい。ただ変なとこ入ってるだけ。カモン。カモン。いやばい、やばい、かぶった。言うと思ったから。かぶった。カットします。ちょっと早いで、エイヒレ取ってくる。あ、これ？エイヒレ取ってくる。これ何？それ何すんの、これ。食うの？サケ、サケ、サケ、サケじゃねえんだ。食うんだ。ちょっとだけ、ちょっとこれでつけて、弱火で。ここ一回ちょっと、マリンの上。火力が弱い。火力弱い。強い強い。早く。ヒュー！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 ここで裏返って。したいんだけど熱いから。いや、手戻り。手戻り持ってきて。じゃあそれ裏返されるの？じゃあ裏返せるよ。オーディアイス。なんだっけ？あ、いい感じ。あ、ムーサルトなんだっけ？なんとか。あー。数字やれば、はい、ムーサルトドリーム、はい、ムーサルトドリーム、はい、何ムーサルトって。ラーメンショッパー落ち着けば大丈夫だ。ゲームセンター鈴木。今日のメスゴリラ飯、ハンバーグ。ゲームセンター鈴木。そこそこ待って、大丈夫大丈夫。おまけの部屋にしてあげる。鈴木さん、食感ですね。まだ何？それ何？あんまりね、次は嵐なんですけど、そのこれめちゃ嵐なんですか。今ね、そこは取れないんですよ。 1.6 メートルしかねえところが。なんで 1.6 メートル。やべえ、早く早く、このさん取って。さあ、何やってんの。先生、負け、今度これ違う。しかもこの微妙な感じだな、これ。これこれ、早く取って、早く取って。これハリもあるよ、ハリも。クイーン、ハプニングクイーン。あんだ、ハプニングクイーン。そうだった、ハプニングクイーンってなかなか。そしてこれまだね、ゲームセンタースー。あっ、あらしちゃ多いです。ちょっと左手話して。ちょっと何やってんの。マジ。すごい、俺のはもうハンバーグだらけなんですよ。ハンバーグ。鈴木さん。すげえな、ネチョネチョな。そういうの、じゃあこれ火ついてる。ネチョネチョなんだ。ネチョネチョじゃない、それまだダメでしょ、それ。明日に追いつかない。あれダメだ、外れた。あれが汚いって。人生を汚れる。あー、あったほんまぐらい。なんだ、なんだ、焼けば大丈夫。焼けば大丈夫。やだー、やだー。大丈夫だ。じゃあ誰食べんの、それ。じゃあ下に沈めるはダメだから。うそー、
嘘食べるの？嘘食べれねえよ。下にいるから下に逃げきったね。鈴木さんに食えとか言わなかった。大丈夫って。嘘本当に食べるの？大丈夫だ。本当に食べるの？チャツが鼻からハンバーグを釣りました。なんでそんなところに怒るのよ。さあそれが誰に悪いわ。鈴木さん準優勝だ。準優勝。ひどけじゃねえもんだ。あんただけだ。なんで？あの俺の方に油飛ばされるって。それはガストンのニュースだ。いやねえよ、あれはやめろ。おろけっすか。あんたのペースみたいな。ハンバーグって焼き物じゃねえか。何しろりだ。じゃあこの辺油まみれしょ。おいしい、おいしそうなんですけど。はい、あ、入れた。はい、取って。できましたってやめたらしょうがねえ。いらっしゃー。おりられるわ。ハンバーグ完成でーす。ザ・ハンバーグ。ハンバーグ最初の時と3人同士してる焼きハンバーグ。最初の3人同士してる焼きハンバーグ。第3品目ザ・ハンバーグ。はい、まさかの鈴木飯。蒸し鍋もダメだ。まさかの半生ぎ揚げ。熱の力を利用し際立て。でもさっきあのお酢の酢はもう半生までねえかもしれない。いやてってりー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 どうですか。はい、でもそれ1回あるね。1回チキンだと、はい、てってれー。やめてー。あれ大事だ。俺パグ焼くからいいね。熱いよ熱いよ。今フライパン触った。フライパン触った。それ俺の皿でね。いや、風間さんのことです。あ、いい。チキンだよ。じゃあ俺は何でもいい。大丈夫。何でもいい。誰やの。はい、今今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 いいから早く取れ。はい、これ、はい、おめ、はい、取ればいい。これ牛肉。じゃあ、鈴木さん、前さん。牛肉。じゃあ、これ、たとえお家だとしても、これ、うまい。じゃあ、これね、なんかお金んだけど。はい、はい、はい、そうそう。はい。鈴木さんの穴の味、酸っぱい。穴の味、やばい。鈴木さんの穴。鈴木さんの穴。これブラックな穴の鈴木さんの穴の鈴木さんこの黒い穴がうまい。穴の味ね。穴の味。これは見てる。あっち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 あっつぇ。みんな下が持ちで。あ、それ難しいんだよね。そう、そう、そう。ありゃー、大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ。ハンバーグ。バラバラ。あ、早いんじゃね。ハンバーグ。バラだぞ。なんだ。じゃあ、こんな人。いや、ハンバーグ。そうだ、この辺油だらけなんでやめろ。そしたら一瞬やったっけ、中途半端になって、釣り終わって。あ、そうだけです。もう一回、じゃあ。じゃあ、何でもやりやったらこっちの方が寂しいと思うよ、俺。大丈夫か。はい、鈴木飯、3品目。
ザ・ハンバーグ入れて待ったとして帰ったはずなのに、まだねえよ。今週はいねえと思ったのにみたいな。お、あんじゃないですか、2、3週に1回でいいな。これはこれはこれ1回もいねえでいいのかな。一人乗られるとやっぱ入れるはめだって。最後最終的あ、肉汁うま、入れっか、迷うわ、ね、もったのを言ってもらわねえとか。一応燃料はああ鈴木さん、最悪なんですけど。やべえ、汚ねえ。汚ねえですけど。汚ねえ、何やってるんですか。そしてね、さっき温泉作ったんだよ、誰が。そう、最悪。誰が食ったかも。そう、そっちも食ったかも。誰が食ったかも。誰が食ったかも。あ、この前、大沢さんがもらった。お前に。お、ベーコンとエリンギのコラボ絞りたて4品目ですか。あ、みんな持ってる。ベーコンとエリンギのバター焼き。それ入れすぎてね。量だよそれ。いや、バターは美味しいです。卵の、はい、返しました。家にはあり、ゴープロマックス、まあ、揚げたかもんじゃん、揚げたかもんじゃん。ベーコン、エリンギ、また醤油、炒め、はい、イエーイ、みたいな。もうちょい出ていきます。エリンギ、俺自分の親戚じゃあ、この夏どう。もう料理会できたんで、携帯で充電してもらっていいですか。はい、鈴木シルド、ベーコンとエリンギのバター炒め、バター醤油炒め、いただきます。イエーイ、カッセイ。いただきます。醤油がちょっと高にすぎました。いただきます。高血圧です。高血圧、薬飲んでる人って。ちなみに薬飲んだけど、いただきます。薬飲んでる人大丈夫です。しょっぱやっぱしょっぺんだ。いやでも美味しい。しょっぱいよ。水で洗ってください。なんだろ、水で洗う。しょっぱいから。ただ後継だってね、ちょっと要注意です。水で洗う。カズマスさん、これ2分じゃない、頼んだ方がいいらしい。全然払ってもらうし、今の業者の金か、改善とか金も取れてね。これはバラのお楽しみって。ごめん、行ってこ。出したら優勝してたから。これ揚げだ。これ揚げだ。終わりです。二人ともどうも。私の付け根で、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 私だってまだ明日かなとか、このあたりからあれも出るわけで、昨日出るわけで、ちょっと思うよ、昨日の方が。昨日最後の人は敵があったし、重い量だよ。右の方だよ、右の方だよ。雨をもう右で1万5千円からなんですか。大丈夫ですか。今日の鈴木食堂、豚汁丼。はい、スープに入ってるんですか。はい、鈴木食堂ラスト、ザ・ザ・うどん、いただきます。ザ・うどん、本当にどうしか入ってる。はい、はい、追加汁人気ですね。人気って、はい、いただきます。このうどん屋さん思い出す。うん、はい、うまっ。あ、七味あるよ。うまっ。七味欲しい人は、あ、うどん早っ。
君お前謝ろう。もしかして鈴木さん、はい、おかわり無料ですか？無料ですよ。無料、いやごめんね、この無料なんすね。この三段階無料、無料お願いします。謝る、ちょっと、あ、無料に食いついで、あ、そんなにはじゃないかもしれない。なんか無料的な瞬間にもう3つ、あ、あもう一回、何やってんすか。とりあえず1万ぐらい言っとけ。1万か。いやもう無料ってもうこれあのちょっと映像で撮られてますからね。そうですか。でも最初にちょうどおいしいんだよ。食べたんだよ、これ。おいしい。あの配達しろってめちゃくちゃ値段上がりますから気をつけた方がいいです。これは無料です。あ、でもまあ最初上納金払いますけど。そうですね、いられてますから食べてください。いや、あるうちはこれだけでせいですよ。鈴木食堂安っ、激安っすよ。ちょっと待ってね、秋元来たらぜひ鈴木食堂よろしくお願いします。一回一回目の方がこれ涼しいだっ。他にもいろいろコンテンツあるんで、よかったら見てみてください。もしよかったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。